SC サンパウロは、ブラジルリオグランデドする州リオグランデを本拠地とすサッカークラブである。これまでカンピオナーとブラジレーロセリエに3度参戦した。ブラジル国内には、サンパウロと名乗るクラブが他にもあるため、サンパウロ RS と表記されることがある。 SC サンパウロは1908年10月4日にアドーフォコヘイヤと若いスポーツマンたちによって創設された。クラブ名はアドーフォコヘイヤの故郷がサンパウロであることに由来する。サンパウロは1933年に最初のタイトルとなるカンピオナートが優勝を獲得した。1985年にコッパベント・ゴンサウベスに優勝した。 セリエ A には3度参加した。最初の参加となった1979年は42位、次の1980年は41位、最後となっている1982年は31位だった。2021年10月6日、MF のウィリアム・リベーロが EC ・グアラニとのカンピオナートガウショセリエ A にリーグでの試合中。 前々日にファウルを宣告した主審に対しキックなどの暴行を働き、主審は意識不明となり殺人未遂として逮捕された。チームはリベーロを即時契約解除した。なしサンパウロとリオグランデのダービーマッチはリオリタと呼ばれる。ありがとうございます。